この続きを編んでいきたいと思います。はい、どうも編みぐるみストの角田です。どうも。はい、まあ、そんなわけでですね、今回は前回に続いてですね、ニット帽を編んでみようの第2弾ですね。こちら軽ぶってしまいましたね。この前回はね、ここまで編んだんですけども、このこの子ですね、このチャーリーって言うんですけども、この子用のニット帽を編んでみようということでですね、今回は第2弾ということでですね、第2弾この続きを編んでいきたいと思います。はい、まあ、そんなわけでですね、よいしょ、ちょっとサクサクと編んでいきたいと思います。で、前回はですね、3段目まで編んだのかな、3段目ですね。で、今回はどのくらいまで編めるかわかんないんですけども、ちょっと編んでいきたいと思います。ですね、使い手の立ち上がりは何目っていうんだ、2回立ち上がりは12だから2目でいいのか、なんていうんだ、言い方がちょっとよくわかんないんですけども、ちょっとどうしようかな。で、今1,2,3で今30名あるんですよね。で、またちょっと10名増やして40にしたいと思うんですけども、増やし方は211でいいか、211211って、だから増やし目普通で、ちょっと40名に持っていきたいと思います。で、使っている糸はですね、90番ですね。まあ、211211って数えながらやっていくと、いいのかなと思います。1ですね、これはですね、見てもらうと分かると思うんですけども、増やし目とかをしていく場合って目が詰まったりするの ですね、結構見づらかったりというか、ちゃんとできてるかどうか分かんなかったりするんですよね。
うん、なんか怖いし。これが、これ若干この開いた感があるのが分かると思うんですけども、これはちょっと一個飛ばしちゃったっぽい感じなのでですね。飛ばしてた。こっちか。結構慣れてくるとそこら辺が感覚で分かるようになると思うんですけども。よいしょ。これに、また次が増やし目かな。で、もう1回の増やし目11で半分かな。これ多分半分来てますね。で、あ、残り半分ですね。これ皆さんどうやって数えていくんですかね。結構僕の場合はですね、全部1から40とか数えるんじゃなくて、この増やし目していく場合はですね、大体パターンが増やし目普通のとか、増やし目だから増やし目が2として211とか2111とかってなっていくと思うんですけども、大体僕の場合はですね、そのパターンだから211211とかっていう感じで数えていきますね。だから長く数えちゃうと途中でなんか分かんなくなっちゃったりしてもみたいな気が、あとは211とかの方が楽なんですよね、単純に。なのでそんな感じで僕は数えていきますね。
よいしょ。あと211とかの場合って、例えば合計の数がわからないんじゃないのみたいなのもあると思うんですけども、結局211でもなんだろう、あの211とか2111ぐらいになっちゃうと、結局そのなんだろうな、合計がもし間違ってた場合もその時の一番最後のところで間違ってるというか、だから多分間違ってたとしても、まあ1名とか2名ぐらいだと思うんで、結局そこでなんだろうな、最後の211211ってきたのが最後に21だったって場合は1個少なかったとかってなるので、まあ、そんな感じでなんだろうな、簡単にそのできてるかできたかどうかってわかると思うのでですね、まあそんな感じで僕はやってますね。よいしょ。で、前回も言ったんですけど、ここまで結構ここら辺まで来て、最後のこれが残りが6個で合ってたのでちょっと安心しますよね。で、毛糸の場合って、あの目数って多分目視で結構簡単にこうやってここに 1,2,3,4,5,6,7,8 って数えられると思うんですけども、ミシン糸の場合はですね、これ見てもらうと分かるんですけども、もう数えるのが大変なんですよね。この大変というか途中で分かんなくなっちゃうんですよね、この 1,2,3,4 とかって。なので、なんか最後の方のこの、例えば今だと残り6個とかはちゃんとというか簡単に数えられるんでですね、ちょっとあのこの最後6個ってなんか安心しますよね。結構あの、まあでも間違えたというか、例えば数が合わなかったとしてもですね、まあこれはちょっとうまい具合に合ってくれたんですけども、もうどうしようかな。あ、やばい。あ、変なんだ。ちょっと。これはあの、わかりますか？これミシン糸の真ん中に刺しちゃったパターンです。なので、危ない。結構あの、間違ったというか、なんかおかしくなった場合に、なんだろう、さっきみたいに糸に絡まったりしちゃう場合があるんですよね、この毛先が。で、それをなんか取ろうとしてたらどんどん大惨事になって、もう結局その段を全部初めからやらなくちゃ、やった方が早いんじゃないかぐらいになっちゃう場合があるのでですね、結構あの、もしなんか間違ったとかいう場合ですね、だから例えば目の刺す場所を間違ったとかっていう場合はですね、結構慎重にやり直した方がいいと思います。ちょっと揺れちゃいました。これはいいのか、ちょっと怪しい。もしなんか分かんな、なんか不安な時は今みたいにですね、一回なんだろう、やり直した方がいいですね。どこかな、こっちか、ここかな。さっきなんか同じところに入れちゃってましたね。この増やし目をして最後の増やし目ですね。で、最後ですね、これ。
4段目まで終わったって感じですね。よいしょ、はい、4段目まで終わりました。でですね、ここに、まあ、自然にここに絡まっちゃってるんでですね、これはもうほぐしてというかですね、慎重に毎回大体どのくらいだろうな、結構自然にここにかどんどん絡まってきちゃうんですよね、あのミシン糸っていうのは。なのでですね、本当にちょくちょく、この前の時も言ったんですけども、ちょくちょくこの糸をまっすぐにしてあげて、まっすぐにする作業をですね、こまめにやった方が後で結局楽だっていうことになるのでですね、ですね。で今このぐらいかで、どんな感じかな、こんな感じか、まあ、大きさはこれでいいかな、若干大きい気もするけど、まあちょっと後で微調整をしてという感じで、とりあえずこれで大きさはこれでよし、まあ、40目ですね。なので、まあ、ちょっと大きいかなって気もしますけど、ちょっとこれで後でまあなんか大きすぎた場合はちょっと調整していきたいと思います。でですね、あとはもうあれですね、何個何段でやるかという感じで、ちょっと増やし目なしで同じ段数を編んでいくって感じですね。また10ですね。これ1、一緒にやっちゃった。
る。あっと、またちょっと。ジュ。よいしょ。うん、これでちょうど真ん中ですね。で、あと20ですね。うん、いい言葉しちゃったな。怪しい気がするけど、もう一回確認しようか。大丈夫か。ここか。90。しょ。で、あと10ですね。
あれ、どっかで増やし目にしちゃってたのか。3、4。あれ、数でも数えちゃってたかな。5。あれ、すぐ6ってことは1個多いな。それともどっかで数の数え方を間違ったか。増やし目にしちゃったか。まあ一旦これでちょっと。41になっちゃったんですけど、まあそれはちょっと後で調整するとしてですね。よいしょ。はい。ってことでですね、1、2、3、4段、2段、2段、3段、4段、5段、あれ ?2、3、4、5段まであるのか。ってことでですね、今日はちょっと、この子の帽子をですね、編んで、結構でかいな、どうしようかな。でもここからあれ、ガーってやって、感じでやっていけばいいかな。それともこっち用にしようかな。どうしようかな。今減らし目をしてちょっとデザイン的に描いてもいいかなみたいな気もするんですけども、うん、まあとりあえずあれですね、今回はですね、この5段目までちょっと編んでみました。ってことでですね、数えたら最後は41段、40段のはずが41段になってしまってたんですけども、あの1回ほぐしてほどいた時が何回かあったので、そこで数の数え方を間違ったのか、どこかで増やし目をしてしまったのかは、あのもし時間がある方はですね、ちょっと前ももう一回ちょっと見ていただいてみたいな感じでもあれなんですけども、まあそこら辺は後で調整が効きますのでですね、ちょっととりあえずはですね、今日この5段目まで編んだということで、次回はですね、この続きをまた編んでいきたいと思います。はい、ということで今回も最後までお付き合いありがとうございました。それではまたお会いしましょう。ではどうしよう。